おはようございまーす。あ、たく、大丈夫？あ、いや、ちょっと謎の熱が出てきちゃって、すいません。あれじゃない、今、流行りのハシカじゃない？ハシカ、ハシカ。ハシカやったことある？いやー、昔なんかワクチン打ったような気もするっすけど。あー、何度出ちゃってんの？39度3分。あー、じゃあもうやめた方がいいね。下がんない。はい。一応なんか解熱剤飲んで7度台まで下がってきてるんですけど。病院は行ってないの？あ、もう今じゃこの後行けたら行こうかなって感じです、ね。行った方がいいよ。はい、申し訳ないです、本当に。オッケー、大丈夫だよ。お大事に。はい。あの、キャンセル代とかもいらないから、まだ、キャンセル代発生するあれじゃないんだよね。あ、なんかあの、もちろんあの、あったら払いますんで、すいません、本当に。いや、大丈夫。他の人に入ってもなんか大丈夫だよ。あー、なるほど。はい、わかりました。うん、お大事にね。はいはい。すいません。なんかあったら連絡して、あの、はい、必要なものとかあったの。はい、わかる。はい、必要なもの。あ、わかりました。え？え？で、このツイッターのキモいって何？ほら。え、何すか？モンジョリさんキモい、連絡しときますって。ん？モンジョリさんにも連絡しときます。あ、2問ね、2問。え、ご時世ですか、俺。キモって書いてあったの。あ、ちょっとは熱でね。5時です。すいません、本当に。大丈夫です。ちょっと朦朧としてたんで。じゃあ、お大事にね。はい。またなんか誘うね。あの、あれあったな。すいません、本当に。はーい。はい、失礼します。お大事に。39度出ちゃってんだって、今7度まで下がったらなんだろうね。来ない方がいいよね、逆にね。ぶっ倒れちゃうよね、そんな39度とかさ。ってことは、小前くんと匠くんがキャンセルだね。予想通りになってきたね。でしょ、みんな言ってたじゃん、私。近づけば、キャンセル出てくるよっていうの。中村くん？おはよう。ほんで、おはよう。今送ってよ、ワンタロのやつ。ありがとう。うん。私入ってなかったんだな、ワンタロくん。本当に、昨日大丈夫だったの？金前さん。金前さんね、昨日緊急搬送されてたよ。あ、見てた見てた、その枠。あ、俺ものやつ見てた？見てた。あー、ちょっと金前さんやばいかもね、ほんとに今ね。そうなの？うん、なんかもう、おしっこも出ないんだよ。どういう状態で緊急搬送されたの？全身がつった。あー、つったんだ。そう。なんか、むくんでるってことは？そう。むくんで、体がむくんに見始めたってこと？わかんない。循環が。状態がわかんないからあれだけど、やっぱうまく体の機能が循環しないんだって。そうなってくると。ああ、だから、肝臓とか腎臓とかってことかな？そう、肝臓もそうだし。排出されてないってこと？そう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 。でも、なんか一週間で腹水がもう9リットルぐらい溜まるんだよ、金前さんも。あ、なんかちょこちょこ抜きに行ってるみたいだね。うん。一週間で9リットル腹水溜まるってやばくないと思って。だから体重自体は下がってんでしょ、あれって。そうそう。もう腹水ってさ、栄養の塊じゃん。うん。あれがもう、あの、その分もう体に栄養がいってないから、うん、栄養失調なんだって今。じゃあもう、ひでママと、同じ状態やん。去年。そうそう。だから、いつ、倒れて、もうそのまま、うん、なんていうの、連絡が取れなくなるかがわからない状態だと思う。ああ、だからみんな慌てて行ったんだね。そう。それは何？配信中に倒れちゃったの？なんか、切れちゃったの？配信を撮って、やばいって言って、今全身がつってやばいって言って、うん、あの、金前さんって今体がマジでやばくなった時すぐ配信つけるようにしてるんだよ。うん。うん、だからやばいんじゃないかっていう。へぇー。だから俺は金前さん家から、うん。家まで歩いて20分ぐらいなのよ。うん。あ、そんな近いんだっけ？そう。へぇー。すぐ出動しようとしてる。そしたら家にはいなかったの？あの感じだと。家にはいなかったね。あのなんか、もうマンションのオートロックが自動解除されてた。ああ、じゃあ救急車が入ったってことだ。
そう。で、ドア開けっぱなしにして出てってたね。あっといた方がいいかな。いや、ほんと短いと思うよ。まあ、わかんないけどね、ガメラさんだって、余命宣告してるけど、生き延びてるからな、元気に。あれはちょっと、ちょっとまあ、あれは、あれはあれじゃん。あれはあれって何？あれはもう、誰がどう見てもあれじゃん。どういうこと？いや、ガメラさんはだってまあ、誰がどう見ても、あれじゃん。あれって何だかな？いや、それはちょっと言わないけど。何？どういうこと？あれはちょっと、ね。あれじゃん。あ、何？嘘ってこと？いや、そんなことは言ってないけど。いや、言ってるじゃん。え、嘘じゃないでしょ、ガメラさんは。あ、ちょっと。顔見ればわかるじゃん、ね、だってあのガリガリに痩せちゃっても。病気は病気でしょ？ちょっと大げさに言ってるのはあるかもしんないけど。うん。うん、でも一応ガンだからね。でね、もう、金梅さんもね、うん、もう、顔がね、ヨギママ、あ、ヨギママじゃなかったっけ、ヒデママみたいになってんのよ、今。そうだね、見てるとそんな感じだよね。そう。で、ちょっと肩が黄色というか。そう、横断じゃないけど。そう、もう、横断が、もう常にずっと出てるみたいな。顔もあれだよね、ちょっと痩せたよね、やっぱね。顔も腕も全部痩せてるから。腕もガリガリだね。うん。で、金林さんってさ、ご飯しっかり食べてるんだよ。果物とかね。うん。なのに、ああなってるから。うん。もう本当にっていう。じゃあもう出てっちゃってる感じだね、その腹水ね。もう腹水はもう取るしかないんだからね、もうね。あれも、そんな9キロなんか溜まっちゃったらパンパンで痛いだろうね、多分ね。息できてないと思う。息ができてない。そうだよね。うん、もう水もさ、まともにね、自分の部屋に持っていけれなくなってるから。水ですらね。じゃあさ、中村くんが一番家近いか、なんかあったら中村くんが出動してあげればいいんじゃない？そう、俺が、ね。ね、一番。今のは全部、そう。最速でいけるもんね、だってね。すぐいけるよ。すぐ中村くんって金梅ファミリーなの？全然違う。誰ファミリーなの？やっぱ俺、なんだ、ファミリーとかはないけど、やっぱ、ひどんなファミリーなの？一番近いのはやっぱひどんなファミリーじゃない？なんで速攻出てこなかったね、あなた。いやいや、わかんないんで俺もなんか今、何のファミリーなのか。あ、そうやって閲覧取れるからって、あれなんですか？閲覧取れるようになったらそういうファミリー脱退しようかなとか思ってんの？全然知らないでしょ。やめてよ。独り立ちみたいなさ。こっちのね、ディルドファミリーとかと違うんだよ、こっちは。何がディルドファミリー？言い返しだよ。いや、モンジョルのあれディルドファミリーだろ、あんな。うちはファミリーとかないかな。一人でやってるかな。でもさ、モンジョルファミリーみたいなやってんじゃん。やってないよ、そんなの。あれねえ、もうあれ、もう完全、全員モンジョリのディルドじゃん、あれはもう。何がディルドなんで、いや、知らんよ。捧げてる人たちやん。何、顔面狂気に言われたくないもん。おぉ？このクソゴリラ。なんかさ、生ゴミみたいな顔してんじゃん。またさ、あなたね、うん、ディルドをね、あなたのディルドをね、うん、誘ってらじゃねえかよ。館部で。あ、ごめんね、ちょっと電話から匂いが。電話から匂いがすごいわ、プーンって、生ゴミの。何が？誰が電話から匂いがしてくるって、あなたも。いや、してないだろ、これ。なんで俺のやつがで、ね、生ゴミも吸うんだよ。で、いつ泊まりに行っていいの？へぇ、泊まりに行っていい？館船で会うやん。うん、だから1ヶ月あった、1ヶ月泊まりに行きたい。1ヶ月はちょっと無理かな。1日だったらいいけど。いや、モンジョリのね、家っていうのは1ヶ月泊まんないって意味がないんだよ。でもさ、小町くんと一緒に来るって約束じゃなかったん？いや、小町が、モンジョリさんと絡むんだったら行かないって言ってた。え？どういうこと？じゃ、俺がね、モンジョリと、うん。3人でね、中華街行こうよって言って。うん。で、モンジョリさんと行こうよって言ったら、うん。じゃあ嫌だって言ってた。
あ、私がいると嫌だって言ってたの？なんか売名になるのが嫌なんじゃないかな。ああ、うるさいからね、そうね。オンジョリさん、そういう、ね、小町に嫌われてるの？ええー、そうなのかな？絡んでくれないの？なんかもなんかね、わかんないけど、なんかモンジョリと行こうって言ったら、かん、ちょ、無理って言って。嫌われてんじゃないかな？私は好きなんだけどね、小町くんのことも。あー、そういうこと？ラボーテルで。嫌だったんだ、やっぱ。あ、あとは、プレハブでも、あ、そういうのが嫌なんじゃない？あー、なるほどね。セクハラされたのが嫌だったんだ。そう、こないだ、たくみくんのライブで。あー、そういうこと？セクハラが嫌なのかもしれない。やめなよ。いや、中村くんも羨ましいんでしょ？自分もやられたいんでしょ？だから、1ヶ月泊まらせてくれるんだったら、やるよ。でも、中村くん大きいみたいなのが無理だわ。16.8センチ。うん、マジキモいんだけど。太さだけで言ったら、なんか、クルちゃんが言うには、太さだけで言ったら一番あるらしい、俺が。もう顔と下半身が釣り合ってないよね。でもね、鼻と落ちる。それ言うんだったら、私だって鼻大きいから釣り合ってんじゃん。私ちっちゃいよ。そう、俺も見たことあるから知ってる。なるでしょ？小指の半分ぐらいしかないよね。そうなの、小指の先端、先端の半分ぐらいしかないよ、ほんとに。うん、ピンキーサイズっていうの、その。おピンキーちゃん。何朝の、朝からこんな話してんの？わかんない。だ、モンシュレといつも話すのめっちゃ長くない？なんか数話時間。まあ、気が合うんだもんね。気が合うのかな？うん、意外とね。じゃあ、お泊り会ね。モンジュリ1ヶ月中村お泊り会。じゃあ、それよりも屋形船を盛り上げてください。お願いしますよ。先輩。屋形船。いや、あれはもう。楽しみにしてるんだよ。もう枠でしょ、自動的に。全員面白いやつくんだし。そうだね。うん、中村くんもよろしくお願いしますよ。よろしくお願いしますね。ね、またあさって会いましょう。うん。遅刻しないでね。ホテル泊まりに行くね。前日。いや、いい。なんでさ、他の男はさ、泊まりに行かせるってね。じゃあ他の男で、スタッフの人が泊まるかな。そうなの？そうそうそう。手伝ってもらうために泊まらせるかも。なるほどね。うん、わかった ?OK?愛してるよ、モンジュリ。おー、田舎村くん。しつけえな。あ、部長山田くんからもかかってきた。もうまた、宴会会長からね。忙しいわ、私。一日こんな感じよ。はい。ごめんな、放送中に。あれ、会長？うん、会長、相沢幸喜さんからなんか変な DM 来ててんやろ。そんなんでいちいちみんなかけてくるの電話。あ、違うね。これはな、ほんまマジで不和勢全員の思いやねんけど。うん。昨日さ、ポルポンにむちゃくちゃ言うてんねん、相沢。なんで？いや、だから結局、なんかポルポンに対して。ポルポンに？多分な、モンジョリの元彼っていうのをちゃんと分かってなくて。はいはい。なんか、その配信者としてポルポンは自分より下やとか、うん、なんかモンジョリの力か借りな何もできひんやつやとか、まあ、その通りですよね。まあせやけど、それさ、こないだまでやで、ついこないだまで藤沢奈々の子知らんかってん、はい、あいつって。あ、なんかそれは知ってる知ってる、誰みたいなこと言ってた。別にいいんだけどね、そんなもん。だからもう不和勢一丸となって今はもうちょっと相沢無理ってなってて、はい、でゼロワンも昨日ちょっと イラッとしてもうウグラで手回すぐらいのことを言うてて、そうなの？そんなに嫌われてんの相沢さん？そんなに嫌われてる。だからまあ逆張り好きな藤沢旦那さんは逆に興味本位で言ってまいそうやけど。そうなのよ、私興味持ってんのよ、すごい。そうそう。でも、ほんまにこれだけはマジで、配信とかそういうの抜きで、マジであいつとは絡まんといてほしい。でもさ、そう、なんかみんなでなんかこうさ、それもどうかなと思うんだよな、私。じゃあ、あいつ謙虚さないねん、全然。でもなんか過激じゃない好奇者に対しても。みんなで。まあ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 。でもそれは本人の悪いとこやと俺は思ってる。それだけのことをしてるってこと？そう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 。もう、何の実績もないのに、みんなに偉そうにして、だるがらみして。キャラじゃなくて？
いやー、どっちなんかな。うん。でも配信外でも同じような立ち振る舞い、あいつは。あー、そうなんだ。ああ。なんか DM が来てたんだよね、この。で、あれやろ、どうせコラボしてくださいとかやろ。落ち着いてる時にぜひお話できる機会があれば嬉しいですと。やが多分ね、成功しますようにみたいな。配信拝見させていただくのも楽しみにしてますみたいな。それも言うたら、最近知ってな、で、今、リスワンに必死やから、結局、配信、自分の配信中とかに、ナナヤに電話して、閲覧に変えたいだけやから、その下心やから、あいつ。そんな感じはしないけどね、この文章見た感じだと。普通に丁寧な。そう、みんなファーストコンタクトはそれでやられんねんな、ナナヤ。あ、そうなの？で、もう一個あんねん。パルちゃんのとこの投げ師の人に、うん、めちゃくちゃいいよって、昨日パルちゃんのところの、まあ、言ったら多分一番上位占めてる人がアカウントケツハメになって、うん。うん。で、それでやっぱワンライブ勢からしても、すごい行ってて、それで。ああ、そうだね。そうそうそう。でもさ、他の人はそうであって、私は別に関係ないもんだって。まあまあ、それはいい。だから逆も。山田君だって私に関係ないもん。そうそうそう。だから逆あなたは私の何なの？彼氏綱？まあ、近いよな。そうやってなんか、人のちょっかい出してくる人、私に絡む人とかさ。でもまあ、多分、ナナヤン的にも外にしかならんと思ってる、俺は。あ、そういうこと？警告みたいな？まあ、警告っていうか、まあ、事前情報をただ入れてるだけで、別にああしろ、こうしろはないよ、別にな。あ、そうなの？うん、ないけど、ただ、相沢が、七谷の横おんのはマジでキモい。うん、でもみんな意外とおとなしくなるよ。愛子ちゃんだってそうだもん。やったとしても、今度、七谷の横をおったことで、あいつはいろんなところでマウント取り出すから。そうなんだ。わかった。じゃあ、忠告は頭に入れとこう。うん、入れといて。で、うん、館船は絶対呼ばんといてな。呼ばない、呼ばない。それだけ。わかりましたわ。あと、ちなみにやけど、無限さんもめちゃくちゃ嫌いやから、相沢のこと。めんどくせえな、配信者ってな。まあ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 、まあ、そうそうそう。それも事前情報として入れとくわ。うん。あ、でね、うん。たくみくんって知ってる？ツイキャスの。うん、知って、もちろん知ってる。が、熱出ちゃって、うん。キャンセルになったんだよね。今日。うん。で、そこに、誰かを入れようってまたさ、うん。なってるわけ。うん。決まったんじゃない？それ誰か。一応昨日、ヘイヘイ君断っちゃったから、悪いなと思って、ヘイヘイ君も迎えに誘おうかなと思ったら連絡出なかったんだね。で、ツイキャス主のとこ空いちゃったから、ツイキャス主がいいんじゃないのっていう話になってたよ。うん。今、ツイキャス主にね。うん。また差し出がましいけど、うん、ツイキャス主って言われたら、パルちゃん忘れてる気するけど。あ、パルパルね。うん。ああ、そうだね。いや、まあ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 、忘れてた、私。そうだね。ツイキャス、うん、ああ、ツイキャスやってるもんね、パルちゃん。そう、やってるやってる。うん、やし、大手やし。うん。でもパルちゃん来てくれるかな。まあ、ちょっとな、今日明日の話やから、あれやけど、うん。でもあの、たくみくんの席だよ、あの、山ちゃんとか出す。うん、分かってる。うん。うん。まあ、一応、じゃあ連絡はしてみるわ。うん。ありがとう。いえいえ、まあ、すいません、放送中に。はーい。はい、失礼します。なるほどね。はいはいはい。パルちゃん推薦ということだよ。またさ、朝かな。あいこちゃん？いや違う。ていうかさ、大変だね。昨日、ありがとうね。あいこちゃん、楽しかったもん。こちらこそさ、ありがとうね。お誕生日会ね。うん、ありがとう。誕生日会ね。ね、昨日の。いや、ちょっと、ドアップやめて。ちょっと今、じゃそうなっちゃうんだ、これ出したときはね。いやーな、もういい出さなくて。これね。これかわいいから、ね、これ。お誕生日
でもね、少しね、お誕生日のこともね、話してほしいなと思ってたんだけど、一向に出なかったね。これから話そうと思ってたんだけど。これから話すよ、愛子ちゃん。うん。写真も用意したのか、ちゃんと。うん、ありがとう。それでさ、ほら、昨日さ、早くさ、終わったからさ。うん。今日さ、午前中一件さ、仕事さ、入れちゃった。ああ、そうだ、ね、じゃあこれから頑張ってね、今日、一日。うん。でも、11時からだから。あ、そうなんだ。うん。よかったら見てね。え、ね、というかさ、こまり、やっぱり行かないって？そうなんみたい。言ってたでしょ？やっぱり。あ、そっか、スロットか。予想通りだったの。え、それで代わりに、誰になったの？まあ、代わりに、誰だっけな。こまやくんの代わりが誰だっけな。太郎？あ、太郎くん、太郎くん、そう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 。やったー、太郎、会いたいよ、久しぶりに。よかったね。うん。嬉しそうね、うん。だってさ、太郎さ、私とフワで映っても、私落とされないんだよ。うん。そうなんだ。佐々木太郎の囲いはみんな通報しないからだ。ああ、じゃあそう特典があるんだね。あ、なんかそのフワの話もしないと。じゃあ、愛子ちゃんまた、ね、あさってね。うん、今、愛子ちゃんの話もするから。待っててね。うん、見てるね。うん。はい。そうなのよ。昨日さ、愛子ちゃん誕生日で、誕生日会をね、二人でやったのよ。焼肉屋さんに行ってさ。うん。ね、焼肉屋さんに行った後に、カラオケもね、一緒にやってきたんだよね。カラオケ1時間 ?2 時間ぐらいかな。そうなのよ。もう終始ニコニコしててね。もうすごいなんか嬉しそうな顔してくれて、なんか誘った方もなんか楽しくなっちゃってみたいな。ね。うん。でね、愛子ちゃん効果でメンバーシップ250人も増えたの昨日。やばくない？愛子ちゃんってやっぱ数字持ってるわよね。半端ないよね。1日で250人増えたんだよ。やばくね？すごいよね。それだけ愛子ちゃんを見たい人がいるんだよね。まあ、220人増えてるよ。230人かな？昨日より。すごいよね。結構ね、昔に、ね、通ってた焼肉屋さんに行ったんだよ、久しぶりに。何年ぶりかなんかに。もともとさ、リスナーさんが、の旦那さんがそこに働いてて、よく通ってた焼肉屋なんだけど、そこに行ってみないってさ、愛子ちゃんが予約取ってくれてね。うん。それで二人で行ってさ、あ、青木ちゃん。マルマールちゃん、ビビアンちゃん、アンナちゃん、ナフクちゃん、アンコちゃん、チーチクちゃん、ミドリちゃん、ケイコーペーちゃん、ありがとうであります。うん。で、なんだかんだね、なんかめっちゃ食うのかなと思ったら、私もなんかお腹いっぱいになっちゃって、二人で15,000円ぐらいかな？意外と安くてね、私20,000ぐらい行くのかなと思ったな。そう。いや、でもいつも2万ぐらい行くんだよ。そこの焼肉行くと2万とか3万とか行くんだよ。うん。そうなの。それで、愛子ちゃんとさ、カラオケ行ってさ、ね。カラオケでもさ、愛子ちゃんノリノリで。自慢のギターで楽しそうでしょ。いいっしょ、これ。でも僕だけ見てたらいいさ。自慢のギターで。ちょっと待ってって、ちょっと待って、コメント待って、今、愛子ちゃんもしてほしいって言ってるかな。あ、そしたらね、焼肉食べ終わった後にさ、ナナちゃんとか言ってさ、恋したの。ってリスナーさんが来たのかなと、メンバーシップ中だよ。
え、誰だろうって言ったらさ、まーゆんちゃんが来てくれたのよ。ってまーゆんちゃん久しぶりみたいな。まーゆんちゃんともうめちゃくちゃ久しぶりに会ったんだよね。あれから私、そう、生き返ってから会ってなかったのね、一度も。そしたら、あ、ななちゃんって久しぶりって言って、あいこちゃんもおめでとう、みたいな。誕生日祝いなんで、みたいな。あいこちゃんにさ、あの、現金、お誕生日祝いなんで使って、みたいな感じで。で、私にも、ね、ななちゃんにも、とか言ってさ、二人にもくれてね。うん。それで、あいこちゃんもうルンルンになっちゃってさ。ね。そう、もうルンルンになっちゃって。そうだね。それで、ね、カラオケボックス行って、なんかこれだよね。この愛子ちゃんこれね。これ受けるよね。うん。それで結局ね、なんかカラオケボックスを、フリータイムで入っちゃったの。でももう私もさ、配信次の日あるかな、もう帰ろうよって言ったんだよね。うん、そしたら愛子ちゃん、あと1時間ぐらい、あと1時間ぐらいいいでしょ姉ちゃん。あと1時間だけさ、とか言うけど、ごめんねって私も疲れてるし、明日あるかなってね、もうそろそろお開きにしようよ、ね。あと1時間だけさ、とか言って。でも結局、じゃあ分かったわーって、ね、また遊びましょうみたいになってさ、屋形船にも行くし、みたいな。うん。それで、ね、愛子ちゃんちタクシー送ってね、そのまま帰ってきたんだよ。今日朝も配信してなかったじゃん、貴重くんさん。うん。で、私もね、愛子ちゃんに言ったんだよ。愛子ちゃんの誕生日会来たくないかな。ね、ケベを使ってんじゃないのって言ったんだよ、愛子ちゃんに。そんなことないわよ、とか言ってさ、私さ、私の誕生日だったら貴重来るわよ、とか言ってさ、言ってたかな。ね、絶対貴重呼ばんよ、とか言ってさ。うん、貴重も行きたいって言ってたしさ、とか言ってさ。そうだよ。もう、愛子ちゃんってさ、なんかさ、観察してると面白いんだよね、なんかね。なんか受けるんだよね、あの人ね。そう、なんか受けるとこが好きよね。うん。昨日も、やーってさ、あのさ、神経死んだハジさんをニコニコしてね、嬉しそうに。焼肉もね、焼肉もなんか美味しそうに食べるし、みたいな。それなんかニコニコしてる愛子ちゃんが好きなんだよね、私怒ってる愛子ちゃん。うん。だからよくさ、ほら、ごちそうしたりとか、するのよ。その顔が見たいから、みたいな。うん。大丈夫？貴重くん。もしもし。あら、お外なの？家だよ。あ、お家？体調悪いって聞いたんだよ、愛子ちゃんから。大丈夫？愛子から？愛子ちゃんが貴重くんから。あ、朝の配信休んだだけで別に大丈夫。昨日ほら、愛子ちゃんからさ、誕生日会の、来なかった？あ、なんか電話かかってきてた。あ、そうそう。それでなんか、貴重く体調悪いっていうの聞いて、愛子ちゃんからね。あ、そうそう、疲れてるから。あれ、なんだったんだろう？恋ってことだったの、あれ。なんか、焼肉とカラオケをやったんだけど、貴重くん、うん、貴重もなんたらって連絡してたんだよ。ああ。うん。大丈夫？大丈夫？どうしたの？頭痛いの？いや、寝不足だね。ああ、じゃあ寝てください。ごめんね。いやいや、大丈夫だ。別に風邪とかじゃないんで。結局ね、コマエ君ね、来なくなったの。帰ってこないって、ね、ベトナムから。うん。あとね、たくみ君もね、なんか具合悪くなっちゃったみたい。39度。二人今キャンセル出て、みたいな。あ、そうなの？うん。その流れで、貴重くんもなんか、大丈夫かねって連絡したの。すいません。うん、大丈夫だよ。はい。また明後日ね。はい。いやね、オカマ同士のね、そのニューハーフの世界、マジで怖いよ。
階段から突き落としたりとかすんなって、あのムカつくね、馬が合わない人がいたらさ、怖くない？うん。だから私もお店に入った時すごい怖かったもんね、先輩ね。あら、若いわねーとか言ってさ、もう昭和のおかまでね、若いわねー、いくつなのーとか言ってさ、23ですとか言って、あらま、怖いわー、怖いわーとか言ってさ、おめえが一番怖いよみたいなさ、そうなのかしら、怖いわーとか言ってさ、怖くない？うん。それさ、なんかね、私がちょっと目立ったことをやるとね、そのお姉さんとか近づいてきてさ、あんた目立ちすぎよ、目立ったらどうなるかわかるでしょって、だからひで豆みたいな言い方すんの、みたいな、怖みたいな、どうなっちゃうのみたいな、そのチップなんかもらっちゃったって大変よな、ね、誰のおかげでチップもらったと思って、何に使うのかしらとか言ってさもうやきもちだよな、やきもち嫉妬が多いみたいなうん、いや昭和だよかなり、だから女同士ももっとドロドロしてると思うよ、そうやっぱりね。あ、ミルさん、もしもし、この間ありがとうございました、話してくれて、 ありがとうございました、すいません、ちょっと携帯見ちゃって、今忙しいですか、はい、え、今忙しい、あ、大丈夫、今ちょっと寝てて、あ、寝てたの、起きて、うん、いつも必ずモンジョリさん開くんですけど、そしたらなんかたまたま名前があったので、うん、何かなと思って、いやね、あの屋形船に空席が一席出たんですよ、はいはいはい。たくみくんがちょっと熱出ちゃって。たくみくんですか？ああ、うん、そうなんだ。その追加する主の席が一席空いちゃったんだよね。はいはいはい。で、なんか話してたら、ミルさんが行きたいっていう話を聞いて、どうかなっていう。ああ。ああ、いや、行きたい、行きたいっていうか、なんかあの、なんだろう、すごい、すごいね、ぐいぐい行きたい行きたいって言ってたわけじゃないので、なんか叩かれてるみたいなんで、ちょっとビビってるんですけど。あー。そう、嬉しいんですけど、ちょっとあの、時間っていつまで返事とかすればいいとかあります？今っすね。今？うん。急いでますよね。そうっすね。はい。でもあれ、やっぱ宿担当のなんかあったの？なんかそれも聞いたんだけど。それはいいんだけど、なんかその、新八丁さんが怖くて。あ、やっちょこ？そう。いや、嬉しいですけど、新八丁さんだけがちょっと引っかかってて。あ、それ炎上とかになったら怖いってことか。なんか逃げられないじゃないですか、船の上だから。海で飛び込むしかないみたいな。確かに。でそこら辺はガチガチに私が固めてるんで。あ、固め、守ってくれるって感じですか、うん、まあ、周り止める人もたくさんいるんで。ああ、ですよね。なんかそこだけちょっと、っていう感じなんで。あ、でも。みんなが心配してたのは、ヤドタンと、なんかチルさんじゃない、ミルちゃん、ミルさんが、どうなのかなっていう話をしてた、ね。ああ、でもそれはもう大丈夫です。あ、大丈夫なのかな。はいはいはい、それはもう、お互いも分かってるんで。いや、無理だったら無理って、はっきり言ってもらった方が。いや、どうだろう、ちょっとうちってなんか結構その、リスナーさんに聞いてみてから、こう、行動するとこあるんで。あー、じゃあ今日一日が、あ、そうですね、すぐにちょっと聞く。で、私はちょっと行きたい気持ちが強いので、うん。その辺はちょっと、こう言って、前向きに考えてもらえると嬉しいです。じゃあ保留って感じで、今んとこ。返事待ちで。そうですね。ちょっと、早めに聞きますので。あ、じゃあ今日中に、じゃあ連絡してもらってもいいですか？早い時間に。すいません。ありがとうございます。はい。わかりました。じゃあ待ってまーす、はい。ありがとうございます。はい。はい。だって、リスナーさんと相談してみると、今ガチャガチャあなたたちが言うからでしょ、そうやって。あ、これ、来ましたね、これね。くじ引きの抽選袋。あと、
と、A 番車が近づいた時のホイッスルね、これ。スタッフ用のホイッスル。あやこちゃんとか近づいてきたな。これをぶら下げといてね。深夜直くんとか動き始めたな。なんかスタッフはこれをぶら下げときますね。ハッピーの上かな。そう。でもさ、音を鳴らすことに、で、声を分散できるじゃん。こっちの方が大きいからさ。あのさ、ちょっと、って。あのせんで、あたしさ、って。わかる？財布だけ持っていこうかな。財布だけ。荷物を置いてくから見ててね、ここ入って。あれだね。一部両替っていうのを押さなきゃダメなんだ、ローソンは。朝ごはん。今日はジャスミンティーにしましたね。リラックスするために。あと、久しぶりにね、海苔弁当を最近食べてなかったんで。今日は海苔弁ですね。ね、昨日は焼肉だったので、今日はヘルシーに。こちら。海苔弁ってすごいんだね、これ。何キロカロリーだと思う、みんな。海苔弁のカロリーびっくりしたわ。これ何キロカロリーだと思う？1003キロカロリーだってやばくない？海苔弁。これで1000キロカロリー突破するの何がそんなに？揚げ物？どこに線が入ってんのよ、これ。ご飯が多いかな。1000キロオーバー結構やばいよね。いただきまーす。タルタルソースはでもそんなにカロリー高くなくない？高い？これかな。これかね。これがなんか200キロカロリーぐらいありそうじゃない、この長いウインナー。あと下にコロッケがね、やっぱ揚げ物じゃね。卵焼きなんてそうでもないもんね。揚げ物のオンパレードだからね。いただきまーす。美味しい。だって明太子もそうでもないもんね。うん。またキン君の手紙はちょっと意味が分かんないね。あれネタじゃない？リスナーに言わされたんじゃない？奈々ちゃんに手紙しろよって。あそこもね、結構ね、過保護なリスナーが多いのよ。なんかラジコンみたいのが多い。うん、ウインナー美味しい。これなんかジューシーね。シャウエッセンに近いかも。林さん、なんかスカスカじゃない？こういう隙間が。唐揚げもなんかすごいし。お弁当の値段は変わってないんだけど、中身が変わってるね、結構ね。値段はね、500円ぐらいじゃない。あ、お茶バカありがとうです。508円。
値段は変わってないでしょ、昔かな。だいたい海苔弁って500円ぐらいのイメージ、そんな変わってないんだみたいな。最近何でも高いからね、外食すんのにも1000円以上になって。ありがとうケロロ、ナイスです。外食すると1000円超えるでしょ。で自分で自炊してもね高いしね。だからお弁当が一番コスパがいいんじゃないの、ぶっちゃけ。コスパで言うんだったらね。何このコロッケ、なんかカレー味なんだけど、これちょっと今日珍しくねチンしたんだから食べづらいな、私猫舌だから。熱々、俺が文句言ってることに聞こえる？これ感想なんだけどね。文句に聞こえるのか今のが。猫舌なんだからしゃあないじゃなくて。あ、そう、コンビニのお弁当はね、こういうご飯に油が入ってんの。普通に家に炊いた、ご飯よりねカロリーが高いのよ。だからこうなんか時間が経ってもねツヤツヤなのよ。あ、ありがとうです。特にファミレスとかそうだよ、そのおにぎりとかも。私もこの間さ料理半紙に油混ぜたじゃん、コーティングすんだよね、ご飯自体にコーティングをして、なんつうか時間持ちよくしてんだよ、色とかツヤとかで。うん、消毒液は塗ってないんじゃない、塗ってるかな、ご飯に。洗う水になんか消毒液は入ってそうな気が。あ、お茶爆ありがとうです。このさみんなねイベントが私ねなんかねいっぱいもらってるランキングが低いの、それなんでかなと思ったな。コンプリートしなきゃいけないんだよねこれもさ。コンプリートしないとそのなんかポイントみたいのが入んないみたいな。だからうちは結構偏ってんでね、そのキャラクターを5個集めなきゃいけないみたいな。だからみんなが偏っちゃってんで、そのキャラ推しキャラみたいのが。ほら結構偏ってるよね。少ないのが何だろうな。こいつだよこいつ、こいつが欲しいね。こいつが500個でこいつ3000個で、こいつ1000で2000で、あとこれは3000あるじゃん。そうセットを組まないとポイントなんつうのかな、そのランキングにランキング低くなっちゃうんだよね。このランキングって下にあるんだけど、ほら県外、私入ってないからね。何位なんだろう今。15位だって、やばくない？
だスタンプだから押し面をこれにしたらいいんじゃない、みんな。このギロロってやつ、これが圧倒的に足りないんだよ。これギロロ欲しい。今から応募する人はこれを推し面にした方がいいよね。ギロロを投げて、ギロロ。だってみんなほとんどクロロじゃん。ほらクロロクロロクロクロロケロロってな。あとは時間帯なんだよね。推し面と時間帯、そのお茶箱を投げる時間帯によってそのキャラクターが出る時間帯があるんだよ。だ多分ギロロは夜中の2時かな、朝の4時みたいな、一番私たちが配信しない時間帯よ。ね、夜中の2時かな、朝の4時だよ。あ、お茶箱ありがとうです。あ、12時も帰ってた。じゃあ12時から3時とか4時まで出んのかな。でも私の配信時間はかぶってないもんね。だから私の推し面をあれにしなきゃよかったね、自分の時間帯に。ギロロにすればよかった。自分が配信しない時間帯の推し面にすればよかったんだ。失敗したわ。うん、これから登録する人はギロロにして、推し面をギロロにした方がいい。 OK、そうすればまんべんなくあのポイント入ってくるかも。まあ言うてね、そんななんかメインイベントじゃないから力は出てないけど、なんかランキング入りたいよね。どうせだったな。そう、だから応募してみんな投げてくださいね。今一生懸命みんな投げてるけど、未応募の人はね、もったいないからね、本当に投げてもらっても。毎回そうなんだよ、ここの人だって話聞かないのよ。応募してくださいって言っても応募しないで投げんのよ。最近ね、このねスクラッチが出ないんだよ。これがマジ出ないんだよ。あ、何、本当にミルさんが行くって。じゃ参加決定で。オッケーオッケー、ミルさんが参加決定ね、空席。わー楽しみ。じゃあミルさん詳細送っとくね。詳細送っときますよ。うん、あれ私財布どこやった。いやーどうだろうね、ヤドタン空席になんないかな、これで。大丈夫だよね、大人だから。ミルのミルが爆発して、ヤドのヤドが爆発するかもよ。それも見どころだね。今回今日はちょっと1万円あるんでね、1枚目入れます。でこの間はこれほとんど売り切れだったんだよね。今日はどうかしら。あ、ここだけだ。この間6個ぐらい埋まってたんだけどね。これはちょっとむずいんじゃないですか。どうしますか、一発目。
ちなみにここが1番、1列目、2列目、3列目、4列目で、1、2、3、4、5、6、1の5だと1の1、2、3、4、5番目、2の3だと2列目の3番目で、3の6だったら3列目の6番目で、4の1だったらここ、4の4だったらここ、4の6だったらここっていうね、ルールでやってます。どれでいく？あ、結構バラバラだね今日ね、結構バラバラだね。あ、3の3が多いね。3の3。ここだね。3の3多かった。ここ行きましょう。一発目、1000円目。そろそろ当たってくれないかな、PS5 マジで。よいしょ！お、軽い。これは箱っぽいな。え、黒い、何これ、初めてじゃない、何これ、黒い箱、これ初だよね。何これ、え、何これ、パッケージじゃない、なんかの、まさか一発目で一回目で出しちゃった。ちょっとシールを確認するね。シールなし。何これ、 DVD みたいの入ってるよ。これ大丈夫？アダルトビデオじゃないよね。え、でもさ、こういうのにアダルト入れる？入れる？こういうガチャガチャに大人用だから入れんのかな？エッチなグッズとかも入ってないもんな、いつも。え、配信ちょっとこの画角外で確認してみる。私ワンチャンなんかクパーが出んじゃないの、これかけてみる、勝負してみる、これで。エロ DVD だったらバンだよこれ、屋形船の前にバン。いっちゃう、クパーする。だって怪しくない、これ怪しいよね、初めてだよね、こんな黒いDVD の箱。怖くない、マジで。ポケモンカード、ポケモンカードなんて出てきたことないよね、一回もね。いや、ポケカなんて入ってないよね、いつもね。もう何百回って私やってるけど、ちょっと待って、ちょっと、緊張するわマジで。あ、違う、これはスクラッチでしか当たんないの。あ、これか、オリジナルパック5枚入り、これか、新しいのが追加されたんじゃない、新しいのが追加さ、あ、じゃあポケモンカードだ、大丈夫だね。うん、だいぶ、せーの、いくよ、せーので、3、10、9、8、7、6、5、4、3、2、クッパ！ポケモンカードだ。よかった。え、ちょっとポケモンカード みんなわかる？レアなやつ。どうなのこれ。今開けちゃおうぜ。
え、これ何？サイバージャッジ。こんなあった？これはあれだね、裸だね。アゴジムシ、オドリドリ、ミカルゲ、スイクン、アフィティブ。これ全部あれじゃない？これがちょっと怪しいのかな？キラキラしてるかな？カス。こっちのパックじゃない？パックを。これは何？これやってみようよ。これでね、なんか5万円とかのカード出たらね、トレーナーがいいんでしょ、トレーナー。トレーナーカードで、ベルベルト、クヌギ玉、ミャビー、クワガノン。こんなパッケージに入れる必要ないじゃん。どんだけ豪華なのよ。これで1000円だぜ。10円なのこれ。10円全部で買い取り不可能だよ。じゃあ次行きます。でもなんか新しいものがまた入ってんね、前回より。2枚目、オッケー。さっきは何番だっけ？ 3 の3だったっけ？ 3 の3、あ、ポケモンカードはこっちなんじゃない？そういうことじゃない？これシール。ポケモンカードゾーンがこっちなんじゃない？それでこっちは普通のこういう PS5 とかの景品なんじゃないかな。どっちがいい？ポケモンカードゾーンかこっちの普通の景品ゾーン。でもさ、この書き方だったらわかんないよね。これね、どっかに入ってると思わない？これ。この下はポケモンカードですとか書かなきゃわかんないよね。普通の方にする？じゃあこっちの普通の景品。じゃあこれだ。これしかない。1位から6、2位から6まで。1の1、2の2。結構バラバラだね、今日ね。また2の3が多いな。2の3、ここだね。1、2の3、こういこう。せーの。え、軽い。またポケモンカードじゃないのこれ。なんかまたポケモンカードっぽいけど。え、白い箱だ。え、ちっちゃい。なにこれ、白箱が来ましたね。シールを見てみるよ。青、青ってことはドラえもんかな。青で連想されるもんだ。ドラえもんか、サッカーの、サッカーワールドカップのグッズか、あとなんだろうね、青。冷たい系だよ。夏に使うスマホクーラーとかドライタオルとかさ、今までのパターンで言うとね、そういうものが入ってる。このシールにまつわるものが入ってんだよ。私はなんかドライタオルだと思うよ。相関タオルとかさ、手ぬぐいとか、なんかタオルっぽいよね。
で、ワンちゃん絵柄はドラえもんとかね。せーの。なんだこれ、お猿のジョージ。お猿のジョージの、なんだろうね、これね、エコバッグ。あ、こうやってね、こうやって広げるんだね。これ1000円か。え、欲しいって言ってる人いる。でもね、まだなんか入ってんね、ほら。何これ。ミニオンだ。ミニオンの何これ。何これ。タオル。ちっちゃくない？随分と。相当ちっちゃくね、これ。ちっちゃい。小さ、子供用かな？これ本物なの？これ偽物だろ、これ。またディズニーの。公式のシール貼ってないもんね。あ、ユニバか、ユニバ。はいはいはい。手のひなサイズでね、こんなんね。一回口拭いたらもうぐじゃぐじゃになりそうね、これ。そうじゃね。よいしょ。じゃあお次行きましょう。なんか今日景品微妙だな、一般は。一般系は微妙っすね。はい、じゃあ3000円目。この間がね、結構豪華だったからね、望遠鏡とかさ、結構いろいろ出たんで、いいやつが。はい、さっきが2の3だったっけな。2の5と1の1が多いな。2の5いくか。2の1、2、3、4、5。2の5か1の1だな。2の5いこう。せい！そろそろ来て PS5 マジで。お！なんか大きいな。また箱だ。あ、軽い結構。シールがブルー。外れ。またさっきブルーでお猿のジョージとミニオンでたね。だ、ブルーはなんかキャラクターもんじゃないもん、ワンちゃん。キャラクターもんじゃないかな。外れか。いや、ミニオンじゃないと思うよ。キャラクターもんでしょ。なんか猫のキャラクターとかじゃね、ワンちゃん。なんかよくわかんない猫みたいの。何これのキャラクターみたいな。何これ。何これ。何これ。スパイダーマン。マウスパッド。ベノム。ベノムってあったっけ。マーベルか。これマウスパッドだって。でもなんかかっこいいね、これ。男の子にいいんじゃない。マウスパッドかっこいいよね、デザイン。ホラー系で。で、もう一個なんか入ってんね。ザ・プレミアム多機能ボールペン。スマホスタンドにもなります。ドライバーもついてます。
水平器もついてます、メモリもついてますだって。本当にスマホなんか挟めんのこれ。前も当たった私これ。当たったっけ。あ、でもいいね、ギンギラギンね。どこにスマホ、あ、ここにね、ここにスマホを挟むんだ。あん、ちょっと待って、危な。あ、なんかこうやってね、こうやってこうやって見るんだね、テーブルに置いてね、スマホスタンドになりますよと、こういう風にね。で、ここで水平器もあるんだね。水平器もあるし、メモリもあるし、あと、あ、ドライバーもここについてると、プラスのドライバーね。これいいんじゃない？普通にドライバーで使えそうね。水平器はね、使わないっすね、ほぼほぼ。で、ステッカーもなしと。水平器なんか使ったことないよね。日曜大工とかやる人は使うんじゃない？ああいうの平行取ってねえ、 DIY だっけ。じゃあ次4枚目いきます。4枚目入ります。ズボッと4枚目いっちゃいます。さあ、ここだね、ここのゾーン。あ、1の1やってないね、確かにね。でもなんか景品がね、今日ね、しょぼいね。1の1いきますか。1の11の1いこうじゃん。せーの、いい。あ、軽い、めっちゃ軽いな、これ。え、なにこれ、これまた加湿器とかじゃないの。なんかこのコンパクト、加湿器とかじゃねえの。なんかこの感じ、もう外れだろこれ。ポケットアニマルカイロ、まあ、かわいいけどどういうことって感じだよね。どういうことこれ。あ、でか、意外とでか、こんなでかいの。このイメージかと思った。これが2個ついてんのかと思ったよ。でかくない？カイロってことは温ま、あららら、かわいいじゃん。なんかかわいくない、デザイン。何これ、なんかこれは USB で充電してカイロになるってことだよね。この USB で充電して、これいいんじゃないの。ただなんかそんなに熱くはなんないんだろうね。なんか布とかついてないし、中途半端に温まるタイプじゃない。ほんのりね、まあ、北海道ぐらいな感じよ。もうこれも外れじゃない、今日なんかいまいちね。もう4000も使っちゃう、やめよっかな今日。なんか外れ枠っぽいよね今日ね。いいのが出ないじゃん、望遠鏡とかさ。じゃあポケモンカードが入ってきたからね、余計なやつが。他のが売れないからこっちも入れたんでしょ、今流行りのポケモンカードね。まだわかんない。じゃあ次はいいの出る、本当に。1000円入れました。次出ると信じましょう。じゃん、さっき1の1でね、3の3もやったでしょ。
か意外と真ん中が来そうな感じするね、ここね。でも3の3もなんかしょぼかったか。1の6多いな。16行こう。じゃあ16こういきますよ。えい。あ、軽っ。めっちゃ軽い。これ白い箱だね。また白箱。ほーら、でもね、白い箱の方がいいんで、スクラッチが入ってる可能性があるかな。あ、分厚い。なんか極太だわこれ。なんか T シャツっぽいな、これ。 T シャツか。ちょ、シール、ピンク、ピンクってことはなんか女の子のグッズじゃない？女性向け、女性エコバッグか。このサイズでしょ。いや関係あるの、シールの色関係あるよね。だからさっき青色はもうキャラクターもんなんだよ。青のシールは男の子向けのキャラクターのグッズだと思う、私。青はだ、これは女の子向けなんで、ピンクだから。だってベノムとか男の子向けでしょ。そうじゃん。お猿のジョージも男の子向けじゃん、どちらかというと。だ、女の子のキャラクターもんだと思うよ、グッズ。もう何年これやってると思ってんのよ。入れる方の意図が分かっちゃうんだよね、もうね、すでに。女の子向けのキャラクターグッズです。スヌーピーだ。予想通りだわ。私たちってすごいね。スヌーピーのカバンかな、これ。カバンだね、こうやって持つ。スヌーピーメイト、保冷バッグだ。またいらねえ、普通のバッグでいいのに。なんで保冷にすんのかな、いちいち。あら、いっぱい入ってる。これは何、この微妙な柄。なんなのこの柄は。ミッキーはいるけど、ソフトな握り心地、冷えた缶の飲料に。ここにペットボトルホドルだんだね。こういうなんか微妙だよね。靴下かと思ったな、これ。かわいい。これなんか柄屋じゃない。なんでミッキーでこれなの。そう、オルテガ柄だけどね。こういうなんか私洋服嫌い、こういうの。ハズレだわ、もう。やめようかな、もう。5000円もやっちゃった。今日なんかハズレばっか、ほんとに。冷たい缶を入れんでしょ、あったかいのとか。もう行くじゃん、6枚目。いや、なんかパッとしないよね、なんかね。いいものが出てないっていうか。もうお金入れちゃったよ。さっきは1の6をやったんだっけ。こことこことここが今三角形な感じ。何が多いかな。バラバラだね、結構ね、今日ね。バラバラだわ。10の10なんてない。2の4が多いね。1、2、3、4、ここ、これ多い。行こう。せい、クリクリ。あ
当たれ本当にプレステ、もうプレステ多分ね6台ぐらい買えるぐらい突っ込んでるからね。また箱だ、もうなんか箱はしょぼいイメージよね。しかもなんかすごい薄型タイプ。え？ペ？ペ？何これ、ラッキーセブン？プ？プかな？クマのプーさん？ペコちゃん、プーさん、プレステ、プレステ、プレステ、プ、ついに来た、ついにやっとプレステのプじゃないこれ。なんだろうこれ、プだよね、ペ。7番にも見えるけど、あ、PS のね、プレステの P にも見えるよね、確かに。こうやってこうで。いや、これ期待できるんじゃない？プレステじゃない？プレステ引き換え券来たかな？7度 C？ え、なんだろうこれ。対象年齢8歳以上。何これ、プチプチエアってなんか見たことあるな。ね、無限プチプチじゃない、これ懐かしいね、昔流行ったよね。やっぱプだったんだね、プチプチのプなんだね。これこうやってずーっと押せるやつでしょ、ずーっとプチプチをずっと楽しめるみたいな。でもさ、これ当たりじゃない？ちゃんとバンダイだし、1000円ぐらいするんじゃないのこれ、無限プチプチ。これいくら？公式の値段いくらだろう？バンダイ500円じゃないっしょ。でもこれリスナーさんにあげたいな。やってみようかな、私初めてやる無限プチプチ。ちょっとやってみようかな。どうやって開けんのこれ。1078円だって。でちょっとお得ね、ちょっとお得じゃない？ 1000 円ガチャで1078円出てきたかな。あ、いいんじゃない。あ、あ、気持ちいい。ほんとだ、無限にできんだねこれね。音も、音が出てんで、こっかな。いいんじゃない、これストレス発散に。で、ステッカーはなしと。まあ、ちょっといいの出たね。当たりじゃないこれ。今、7枚目、次。次、7枚目。さあ、どうでしょう。7枚目です。
でもさ、私ね、なんか呼ばれてる感じがすんだよね。ここは私セレ、ナナちゃんセレクトでいい。すごい気になる場所があんのよ。ここなのよ。ここ、このゾーン。これちょっとね、ピーンときちゃったらビビビッと。じゃあここにします。ナナちゃんセレクト。ほら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 、来ちゃったかもね、来ちゃったかもね。これね、シールが大事よ。今んとこ青とピンクでしょ。金こい、金。6? シールが上だからね、こうだよね、6だよね。9じゃないよね、6って何？P?P は何なんや、P は。B かな？英語の B。プレステ6って出てんの今。5までじゃなかったっけ。あ、任天堂64の6。なんか映画のさ、シックスセンスってあったじゃん。そのグッズとかね、ポスターとか。タペストリーとかじゃないの。あとなんだろう、6ってね。ジューンブライド。ジューンブライドで、なんか結婚式グッズとかさ。悪魔っぽい666。ちょっと開けてみよう。あ、6歳児用のね、グッズか。子供のおもちゃみたいなね。この6って。対象年齢6歳。開けたら分かるのに引っ張んな。はい、ブロックです。リンリンさん、さようなら。なあ、お前の顔の方が引っ張ってんだよ、引きつって顔が。加工しすぎだよなあ。あー、そういうことね。なるほどね。6ってそういうこと？わかんねえな、これ。ちゅうか、すごくないこれ、6-in-1 だって。これ初めて見た、6-in-1 って。どんだけ？ 6-in-1 マルチケーブル。3台同時充電、3ポート充電だったよ。すごくないこれ、逆にねえ。6-in-1ケーブルだって、なんか普通 3-in-1 だよね。どんな感じ、もうごちゃごちゃしてわかんないんだけど、どこを使うの。あ、なんかここが大元だね。大元に挿してこの6つで充電できるってこと。すごくない？ 6 個充電できるってことだよ。やばそうじゃないこれ。あ、でも高速充電に対応してるだってよ。いや、便利だけどちょっと怖いよね。中国じゃないのこれ。あ、違う、大阪だ。でもこれ全部できるね。これ USB-C、 ライトニング A で、ここにもブスってさせんだね。あ、なんかくじ引きの景品にしちゃえばいいんじゃない、屋形船の。これ全部今日出たやつをくじ引きの景品いらない、逆にいらないか、みんな。さあ、7枚目です。もうカスしか出ない今日、本当に。
ケンジ君に電話しよっかな、そろそろ。ケンジ君に電話しようか。それともこの間エッチした出会い系で会った男の子に電話してみようかな。じゃあ番号を聞くため何番かっていうのね。で、この中でリスナーさんセレクトでいこう。もう適当にかけるよ、適当に。リスナーさんセレクトで適当にかけますよ。ぶわーっと。もう一人いこう。ダメ、見てないね、もうね、ブロック。リスナーとして失格だわ。あ、かけてっていう人いるね。かけてっていう人いる。この人にかけてみるわね。はい。あ、売り切れになった。何番がいいですか？はじめまして。はい。はい。4番。4番、どこの4番？2番。2番はどこだろう？え、4の2は？ 4 の 2？ 4 はないね。今日は2番、2のまでしかない。2の何番がいい？何よ？番号言ってごらん、好きな。2の1,2,3,4,5,6 まである。あ、ごめん、私切っちゃった、今手で触っちゃった、ごめん。ちょっと待って、もう一回かける。ごめんね、今ちょっと手触っちゃった、ここ。どうする、はい、1 2の1、はい、ありがとう。じゃあ押しますね、はい、ありがとう。2の1だって、今日そこだ。リスナーセレクトで、うーわ、なんか見えちゃったな、今こっちか。これ系か。あ、あれ、あ、ちょっと待ってね。ああ、ちょっと待って、どうやって出すのこれ。あ、ちょっと待ってね。あ、こう下に出すんだ。 OKOK、 よし。じゃあこちらリスナーさんセレクト、ボトル型ソーラーランプ、お店やテラスに、暗くなると自動で点灯、日光で充電するんだって。非常時や非常灯に防災グッズとしてもグーだって。でもさ、これさ、勝手に充電してくれるってこと？ソーラー、あ、ソーラーっていうか、ソーラー適当じゃね、これなんか適当だよね、これね。本当に充電できんのこれ、こんな感じ。なんか雑じゃない、ソーラー。なんかめっちゃ雑なような。え、これでもう光ってる、まだか。だから外に置いとかなきゃダメだね、これね。外で充電さして、そう、ソーラーで勝手にここで充電して、ここが光るんだって。だこういう感じ、こういうボトル型のランプみたいな。非常灯にもなるってことでしょ。100均であんのこれ。
100均で買ってきてこの中に詰めてんじゃないのワンちゃんで、仕入れ先100均なんじゃない、それで900円儲かるからな。今9枚目行きましょう。あれ、なんかわがままな子だね。さあ9枚目、今日いいの出ないね。奈々ちゃんかけてっていう人いるけど、ちょっとこっちでしよう。もうだって9000円入れてんだぜ。コメントから拾おうぜ。2の2が多いね。2の2、さっき押したけど2の3か、さっき2の2行こう。うわ、こっち側嫌なんだよな私。こっち側箱少なくない？箱だ、箱きた。重い、めっちゃ重。何これ、重いんだけど。一番重いね今日ね。シールが7、なんだろうこれ、く赤7、めちゃくちゃ重いよ。なんかセブンインワン、さっき6でシックスインワンだったけど、シックスインワンケーブル7で、今度セブンインワンなの。でも7ってなんだろうね。7番いきましょう。ラッキーセブンかな。プレステセブンなんてないよね。なんだろう7って。もういい加減にして、これやだって。もうやだこれ、シリーズ、この人形シリーズ何個あるんで。うちクロちゃん、柔らかベイビークイズ、クロちゃんのクだねこれ。さっきのこういうことだ。もうイラつく、これめっちゃイラつくんだ。こないだこれ遊んでたらさ、家の中ぐっちゃぐちゃになっちゃったんだよね。あ、メンバーシップアイテムセンキュー。いらねえんだよこの人形、いっぱいあるかな、マジで。屋形船にする、これ。これできそうじゃね、屋形船。ムカつくからこう伸ばしたくなるんじゃない。じゃあもうラストね、みんな。次ラストです、もう。もうまた今日も当たんないっていうね。スクラッチも1枚も出ませんよ。ラスト最後1万円目。ラストです。いや、スクラッチだいぶ出てないからね私ね。だいぶ当ててないよ。中にスクラッチが入っててダブルアップチャレンジができるね、これでね。そうするとこっちが当たるよって、こういう高額が。だこれが出てこない限りこっちは当たんないんだよ。スクラッチを当てるしかないんだよ。うるせえなカラスよ。カー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 黙ってろよな。おとなしくなっただろ。カラスと喋れんで私。最後だから、最後
もう、うるさいね、あんたは。あっち行って。1の5、2の5が多いな。2の5多いね。1、2、3、4、5。ここね。2の5か1の5。どっちがいい？もう最後だから。2の5か1の5。こっち1の5、2の5。どっちの5がいい？いやー、半々ぐらいだ。あ、2が多いかな。2が多いかな。2が多いね。ここだね。OK。せ、最後です。ラスト。お、結構重いねこれ。もう音で分かるようになってきちゃったよね、私たち。箱だね。うーわ、もうムカついた。もうムカついた、おじさん。もう一気にランデブー、ランブで行く、ランブで。もうね、もうムカついて、本当に。いい加減しろよ、本当に。今まで返せ、お金、本当に。何十万円出てんだよ、私、本当に、この野郎。うわぁ、いい加減しろよ、本当によ。本当に。もう全部入れてやるわ、持ってるお金全部入れてやるわ。もういい感じするよ、なめんじゃねえぞ本当に。いくら使えば当たりでんだよ。もう一気に生きがいにく、あ、こう売り切れ。よっしゃ、もうこれで最後、これで1000円最後。もう5000円多くねちゃった。よしよし、早くしろよ、本当によ、こら。あー、やだ、爪が剥がれちゃった。血が出ちゃった。あら、痛い。何これ、なんか刺さっちゃったね。これ、なんか剥がれちゃったね、ここ、危ない。うわー、あー、はい、もう一気にいったからね、みんな。もうやだ、歯もかけちゃった。奥歯かけちゃったよ。もうすごいんだけど、もう血が止まんないんだけど、これどうするよ、これ。もうね、いっぱいあるからね、いっぱい。まず1個目、はい、これ。はい、こちら。スマホのスタンドだね。まあ、これはいいんじゃないの？これいいね、メタルだし。これいいと思うよ。ほら、ちゃんとしてるやつだもん。これ、忘年会、あの、屋形船に持ってけそう。これ持ってこうよ。これいいんじゃないの？で、こっちいっぱい詰まってるからね、みんなね。こっちもうないよね。さっき乱舞したから、私。うわぁ、うわぁ、うわぁ、コリスッキリ毎日お手入れマッサージ道具だね、これ。これまあいいんじゃない？シャンプーブラシ、ツボ押し、こういうの好きそうよね、みんなね。で、次、防災ボトル6点セット。あ、これもいいんじゃない？ホイッスル、ライト、ボトル、アルミシート、防災ブックが入ってると。いいんじゃない、これ。はい、次、何これ
これどういうこと？あ、スマホを預かれるんだ。これ軍曹にあげればいいんじゃない？軍曹用じゃない？軍曹会に使ってもらおうかね。これで終わり。全部使っちゃった。13,000 使っちゃった私。もうやめよっかなこの企画マジで。当たんないよね。あやだ、私カバン置きっぱなし、そっちに。あやだ、忘れてた。危な、開きっぱなしだし置きっぱなし。もう終わります。これはリスナーエントリーしようかな。まとめて2名様とかにゴミを送りますよ、リスナーさんに。まとめてねやろうかしら。もうちょっとストレス溜まったんでパチンコ行ってきます。このまんま1万円も使っちゃったんで。パチンコで取り返してくればサクッとね。ムカついたんで必ずこの後は私パチンコ行くんでね。自販機やったな。お疲れ様です。で明日朝無限くんたちが来るんでパチンコ終わって帰ってきたら片付けをしなきゃいけないから私明日の朝来るんでね。荷物は置きっぱなし。うん、一つ取り忘れてる。確認したけどなかったよね。もうないね、ないね。なんかネジが落ちてた。ネジが危ないね。ここに置いといてあげよう。メンチパイやんない。あーす、みんなパチンコね。もうパチンコしたくてしょうがない。じゃあね。もういつかもう終わって。はーい、おつじょりです。